後ぐらいにまたやるじゃないですか。またね、ちょっと やってみようかなと思ってます。年末年始ってどう思います、はい、年末年始っていうのはね。上がっていくか、落ちていくか。あー、まあ知らんって。わかんない。言っちゃうおしめなんですけど、わからんっていう。誰も知らないですよ。誰も知らないっすからね。まあ、何しろ。でも来ましたね。もう2万7000来てますもんね。2万8000もう突然ですね。やばいです、ね。まあ、2万7000を1回ね、到達する、した後どうなるかなっていう感じですけどね。そうですね。うん、ね、個人的にはまあね、3万ぐらい行ってくれたらね、いいなって。いや、私ね、4万円とか行ってほしいんですよ。4万円ですか？もう完全にバブル超えですね。あの、ダウ見てください、ダウ。ダウ、はい、ダウ。ダウ、すごい。もう、下落知らずですよ。ダウはもうしね、知ったこっちゃないって感じですよね。もう3万です、3万ですよ。3万突破してますよね。私ね、いつだろうな。もう20年か25年前ぐらいって1万ドルいってない時代知ってるんですよ。まあそこから考えたらね。まあね、ダウはね、構成銘柄が数が少なくってね、うん、やばくなった会社はどんどん入れ替えていくんで、そう、だから、右肩上がりになりやすいんですよ。うん、右肩上がりは約束された指数だと勝手に思ってますけどね。私もね。うん、だから要は、こいつダメになったなって言ったら、ダメじゃないやつを持ってきて、上げていくっていう。で、これに投資してる人はみんな儲かっていくっていう、これ、うん、アメリカの錬金術ですよ。錬金術。日経平均はそういうやつにすりゃいいのにと思うんだけど。日経平均、分母が多いんですよ。うん、多いし。わらわらと。あの、日経平均もね、日経トップ15かなんか作って、うん、もう常 に日本の株価をこう、うん、牽引するようなやつの、あれでやった方がいいんですけど、ね。それだけ見てりゃいいや、みたいなね。まあ、日本のね、人たちはちょっと、正直、こう、物の値段が上がっていく仕組みがちょっと分かってない。そうですね、まあ、日経っていうのをね、ブランドに縛られて生きてるのが悪いのかもしれない。まあ、だって、分母が増えれば増えるほど、平均化されて尖っていかないんでね。ダウみたいに尖った銘柄ばっかり入れて、上にどん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 尖らせていくっていうんですよ。そういう指数をね、用意してみんなが信じるっていうのもね、大事かもしれないですよね。大事ですよ。もうこれ5万ドルいきますよ、ね、5万、5万。まあ、行くんでしょうね。なんで絶対行く。出るときに3万行くよって言ったら笑われちゃいますもんね。いや 5万行く行く。ね、行っちゃうって、ね。それを夢見つつ。みんなでインデックス投資をしようっていう、はい。そういう話になってきます。まあでもね、インデックス投資っていうのも必要ですよね。やっとく分にはいいって。まあ私はあんまりやってないんですけどね。私はね、積み立て、NISAに積み立ててやってるのはやってるん。インデックス投資っていうのは、要はし、あの、アメリカの指数に連動で動く、ね、うん、っていう、ね、連動型ね、はいはい。連動型の投信っていうのを買ってますけどね、はいはい。それもやりつつも、ただあれって、やっぱりどれだけ動いても、所詮、ね、ちょびっとしか増えないですから、うん、やっぱ個別株部の方で夢、ね、どっかりがっつり行ってっていうね、重ねつつっていうやっていくと、ね、いいんじゃない、楽しいんじゃないかなと思ってます。あ、全然関係ないですけど、もうちょっとは。はい、あの、引っ張っていいですか？はいはい、何でしょう。あの、ヤフーさんのトップ、ファイナンスのトップ行くじゃないですか。で、下の方に行くとね、投資信託ってあるじゃないですか。下の方に、ね。あ、そこ、もうちょっと上、もうちょっと上、もうちょっと上。あ、これか。投資信託ありますね。注目されてるんで、ひふみプラスっているじゃないですか。うん、あ、ひふみいますね。これ、48,242円、うん。私の今、画面でね。はい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 、出てますね。そっちも多分似たような数字だと思うんですけど、うん。出てますね。あの、うちの会社にね、出入りしてる銀行の人がいたんですよ。うん、ああ、はいはい。で、まあ銀行の人なんでそんなにいろんな株はできないみたいな話してて、うん、で、あの、あ、じゃあ、ひふみとかいいんじゃないですかつって 3万2千円ぐらいの時に、あの、ポロって言って、うん、で、その人、ひふみ買ったらしいんですよ。ああ、なるほどね。3万円ぐらいの時に。それだと2016年ぐらいかな、うん、5万円ですよ。ね、分かってますね。なんかすごいことになってますって言ってました。ね、2018年ぐらい、9年ね、近くで1回ピークアウトして、わーって下がったけど、また上がってきてって感じですね。はいはいはい、確かに。ひふみの中の人が頑張ってくれたおかげで、ね、
儲かってる方もいらっしゃるってね。まあ今後どうなるか知らないんですけどね。ね、うん、これトータルリターン 20% もあるって、すごい1年で。結構ね、個別株やってるみたい。まあ年間でも何パーか持っていかれるんですよ。投資、まあね、投資、うん、はい、それはそうですよね。それでも結構あの割と悪くなかったんで、ね。まあここまで上がればね、はい、ただまあ2018年の終わりぐらいこの辺ね真ん中ぐらいで買った人はちょっと嫌な、まあまあ、ね思ってたけど、そのあとまた買ったりだ。うちの奥さんがちょっと持ってるんですよ。うん、あ、そうなんですか。うん、あ、いいじゃないですか。ね、これもねもっとね。投資信託なんてね、はい、昔は信託報酬が高すぎてやる気なんてしなかったですけどね。最近安いですかね。ね、安くなってきてっていうのはね、はい、流行ってきましたからね、選択肢が広まっておりますってね。はい、まあ、これもやりつつ、これもやりつつってね、はい、全部をね、すべての一銘柄にぶっ込むってことだけはしないようにしていただければ、ね、楽しいね、株人生じゃないですけど、トレードね、と運用っていうのはできると思いますってね。はい、そんなところでしょうか。はい。はいはい。私はもう喋り尽くしたよ、今日は。喋り尽くした。満足。また2週間後にネタはあるのかな、はい、まあ、あるのかな。まあ、また何だと集めましょう。はい。はい。はいはい、というわけで、じゃあ、この辺で一旦締めさせていただきます。はい。はい、どうも、はい。ありがとうございました。また、はい、お会いしましょう。さようなら。